新古コ和歌集です。多くの和歌の中でも一つご紹介したいと思います。開けばまた、濃ゆべき山の峰なれや、空ゆく月の末の白雲。訳はこんな風になります。夜が明ければまた越えてゆくはずの山の峰なのだろうか、 空を渡っていく月が進む先の白雲がかかるあの峰はとなります。これはは読んだ人物は藤原の家隆です。ではこの家隆が実際に旅の途中で山の峰を見て読んだのか。 とというう決してそうではないのですこれはある歌合わせで「旅について読みなさい」というテーマが出た時に想像で読んだとされていますですから私たちもこの家高が作り出したこの情景を感じながら読むことが大切なんです。文法として大事なのはこの「や」しかありません。 何,何だろうかという疑問を表す係女子です。でもそんなことよりもまず皆さんに知ってほしいことがまだあります。条件を思い浮か,べる浮かべることです夜が明けるということはまだここは暗い。越えていくはずの山の峰ということは遠くに山の峰が見えている。空には月がある。 そしてその峰に白熊がかかっている。私と同じような、こんな想像をした人多いと思います。夜が明ければ、もちろんここは夜です。そして歩いた旅をするわけですから、真っ暗な中を心細い思いを抱えながら、一人で進んでいるわけです。そして空を見上げれば、ピカピカと光る月。 その月が進む先の白雲がかかるあの峰に自分はこれから進んでいくんだなという、不安と期待や憧れが入り,じ、ま、入り混じったような、そんな気持ちを抱えているわけです。和歌の中で旅というのは、今ご紹介したような不安と、そして憧れが入り混じる、そんなものだとされていました。 旅について読まれた輪っだと思ったら、この不安と、そして期待や憧れと、両方とも感じながら、理解していくようにしてください。では、復習です。明けばまた、濃ゆべき山の峰なれや、空ゆく月の末の白雲。以上です。